昨日よりは良くなったんですけど、マジ死にそう。トールさん、レインボースターかけ汁ありがとう。マジ死にそう、やばい。昨日よりは大丈夫なんだけど、今からこのサプリとお薬を飲んでいきます。あ、落ちちゃった。マジで真相を見える、やばい、やばい、マジで真相、マジでやばい。熱がちょっと上がっててやばいんだよね。昨日よりはしんどくないかなと思ったけど、全然昨日よりしんどい。で、今日行ってない。今日しんどくて行けなかった。明日行こうかなって感じ。病院も今日しんどくて行けなかったから明日行きます。やっぱマジしんどい。何しないで、何やった。なんか体調悪い時は食欲が出ないじゃないですか。なのに私は余計食欲が旺盛になっちゃうから、だから食べ物がないところに、上2階は食べ物がないから2階に行かないといけない。食べちゃうから、やっぱりもうめまいがする。めまいっていうか、やばい、本当にやばい、もうやばいですね。え、めまいっていうか、何、見えない。なんか明日は中間試験だし、私の学校は2学期制なので今秋休み中です。秋休み中だから学校すらないです。マジしんどい、熱は出ない。そうなの、こまちゃんありがとう。みーも熱出ない。熱出ても出ないけど、出るけど出ないみたいな時と場合だよね。夏休み長いね。じゃあ夏休みじゃなくて秋休み。ああ、うん、やばい、マジで具合悪い、マジでやばい。寒い、寒いんだよね本当に。詰まってるし鼻が、なんか詰まってるけど詰まってなくて、聞いてほしい。今日
あれだったんですよ。朝起きるじゃん、したら鼻血が出てきて、そうボトボトって出てきてって感じ。やばいし、もう普通に体調悪いじゃん、体調不良すぎるマジで咳止まんないし、マジ助けてって感じ。もしやばい。てかさ、片方から話出てくるならまだわかるじゃん、けど両方から話出てくるんですよ、ドワーッとアニメかなみたいな。やばい、お腹痛い、なんか全部痛い、頭痛いし、クラクラするし、お腹痛いし、鼻血出るし、立ちくらみやばいし、病院は明日行きます。咳めっちゃ出るのがね、嫌なんだよね。やらなきゃいけないこともあるかもだけど、忘れてない、ありがとう。でもそうだよね、うん、ダイエットなんかするから体調崩すのよ。ダイエットする前、最近してないですね。してないっていうか不定期なんで、ダイエットしようって思うのする前に体調崩してるから、ダイエットのせいではない気がする。4日前ぐらいに急に立ちくらみして、そっからずっと体調悪いんだよね。体調悪くてもなんか嬉しい。配信休みでも、いや私チケットがなくて、毎日配信こんな513日も頑張って、ファンの皆さんと頑張ってきてるのに、急にっていうか、体調が何よりっていうのは分かってるんですけど、でも休めないです。頑張ってきたから無駄にしたくない。自分は頭痛持ちと腹痛持ち2つ持ってて、結構急になるんですけど、こういう症状は久々なんですよ。重たいっていうか、いろんなものが混合してるのが久々なんですけど、そういう時は休むように、配信しないようにしてるんだけど、チケットがないからしないとやばいなって思ってやってます。繋いできた、そう繋いできたからやだなっていうか、顔むくみすぎじゃね、丸誰マジ。難しいって何か特権ないですね。自己満かな、自己満って言ってるけど、でも先日の時とかはお祝いされ、お祝いっ
ていうか配信が1000日みたいにショールームがあれなる気がする、わかんないけど、とかなんだろう、600日とか500日とか突破した時に、ちょうどの数字の時になんかギフトがその600日配信おめみたいなギフトになるとか、あと配信を毎日することでいろんな方に知ってもらえるっていうのが一番な気がします。メイの強みは毎日配信だと思ってるから、配信以外はあれだから、配信もやめないって思ってます。悪くてます。いやもう悪すぎて話にならんって、マジ体調不良が終わったらマジずっとする、マジで今だけは許してください。ちょっと体調悪い時はもう食事は我慢できないから許してください。確かに症状全部伝えた方がいいよね。体が狭くて、やばいマジで丸い顔、ごめんこんな顔面で、マジ本当に倒れたら大変だよ。一回倒れたんですよ昨日、おとといに倒れちゃって、遊んでて倒れちゃったんですよ。びっくりした自分でも、急に力を減らなくなってバタって倒れた。昨日おとといぐらいに倒れた。でも普通にその後立ち上がれた系、あ大丈夫かって思ったんだけど、喉も痛い、喉が一番痛い。こうやって鼻で息しようと思ったら 鼻の奥がしんどくて鼻息ができないのが一番しんどいんだけど、喉から咳が出る感じっていうか、その次に喉がしんどいって感じで、3番目に頭がマジでハンマーで殴られてるぐらい痛いって感じです。でもあと頭痛は昔から患ってるから、頭痛は別に耐えれるんですよ。ちょっといいんだけど、あと目がもうガチでこうなっちゃう、開かないちゃんと、それもうやばい、勝手にこうやって閉じちゃうのもやばい。あとめっちゃ寒い本当にですか。やっぱ毎日配信をすることによっていろんな方に出会えるし、それに伴って結構厳しい意見を言ってくれる方もいるけど、それも経験として思ったらこんなん簡単熱は微熱ぐらいです。ちょっと薬を飲んじゃおうと思います。薬とサプリを、やっぱどんなに体調悪くてもね、サプリは飲んだ方がいいと思うんで。このちびっこい一番ちっちゃいやつが一番苦いんですよね。うわあぶねー、でもなんか、みえの一番仲いい子に連
なくしたら友達が今 39.9 度の熱を、熱今出てるって言ってて、前遊んだ時に移しちゃったかなって思って、一昨日ぐらいに休んだ時に移しちゃったかもしれないなって思ったらめっちゃ申し訳ない。そう、めっちゃ申し訳ない。考え方を伝えたね。なんかミュって本当に昔からこのグループに入ってずっと子供で、考え方も全部子供で、みんなに迷惑ばっかりかけてきたと思ったけど、でもいつまでも子供子供って言ってたらダメだって思うから、成長しなきゃって思うし、でもそんなずっと思ってても、いろんなこと言われちゃったら耐えれるのは無理だから、そうそうなんですよ。ちょっと薬を飲み切るまでは配信しようかなと思う。あと5粒サプリもあるから。クラウンちゃん、クラウンちゃんじゃない、15分経ったらごめんね。風邪ひきやすい、風邪じゃなくて偏頭痛とか頭痛と腹痛持ちなので、毎日どっちかは痛いんですよ。どっちかは頭痛くて、どっちかお腹痛いっていうのが毎日続いてて、たまにその症状にグワッと重なるぐらいしんどいのがある時があって、今日がそれみたいなかな。顔まんる、サプリってなんだ、栄養、栄養っていうかサプリはヒアルロン酸と、なんかむくみ防止みたいなやつとビタミン C を取ってます。これするだけってメリロートみたいな、全然違うから。うわ、きっか、うわ、苦、うわ、私ね、あ、点滴はもうね、打ってますね、何回も打ってるから、明日もうしんどかったら病院行くついでに打ってもらおうって感じだけど、油点滴好きじゃないんだよね。もう打ってる、何回も打ってるから分かるけど、もう嫌なんですよ点滴。うん、病院は明日行こうって話になりました。今日しんどかったら行くってやったんだけど、もうしんどすぎて行く気にも、行く体力もなかったので、ボトルは口が細くて、マグカップだとね、こうやってやって
で、こういう高齢があれで手が緩いからでこぼしちゃうんですよね。今日は行けなかったんだよ、しんどくて。せめくんの、ありがとう。また忘れ。マジで死ぬ。やばい。しばらくはこんな配信かもしれませんが、すいません。あと1時喉。友達が 39.9 なんですけど、自分は今7度5分、37度5分ぐらいしかないから、そう、熱はないんだけど、ちょっとめまいがします。喋るのもしんない。あと最後にこれを喉に貼ってきて、とこれアメちゃんじゃないんですけど、トローチみたいな、よいしょ。これをここから上に貼ったら喉がちょっと効くから、これはお父さんが買ってもらったやつです。前同じような症状が出た時に。それじゃあちょっとしんどいのでドローンします。ごめんね。X とかも更新できなくてごめんなさい。また体調良くなって可愛くメイクした時に、写真撮った時に投稿するから待っててね。今しんどくて何もできない状態だから、ブログは書こうと思って今ブログ書いてる途中なので、ぜひ待っといてください。すいません。13位、ひろしさん。12位、リスさん。11位、ぽよせいじさん。10位、柏木さん。9位、スパイクさん。8位、カビテルさん。7位、オロピー。6位、スバル。5位、カゴピー。4位、キトさん。3位、チャトさん。2位、レノーさん。1位は、トールさんでした。配信見てきてくれてありがとう。また明日も配信見てきてください。ありがとう。それじゃあ、また明日もね、ちょっとチケットがないので配信しますので、ぜひ見に来てください。じゃあね、またね、また明日、バイバイ。